みなフェダのバリフェダのバリみなフェダのバリフェダのバリみなフェダのバリ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 。これはベルドラの宿ったスライム、見た目で判断するやつマイル、平和に生きたいだけのスタイル、レペゼンテンペスト、ここからマイル、仲間と楽しく過ごしてるところ、現れた細な4人組、最近心をうろうろ、ずっとレベルと金を貯めたい様子、どいつもこいつも舐めてかかって、武器やら防具こっち着かさって、袋にバンバンの薬草を買って、仲間もこいつらにやられたって。プッシュミナフェダのバリフェダのバリミナフェダのバリフェダのバリミナフェダのバリフェダのバリミナフェダのバリ。カジノ好きの勇者に盗賊、詐欺師の商人に遊び人、わけのわからん職業に就いた自称世界を救うパーティー、いつも弱いモンスター相手にガンガン構成で袋叩き、強いモンスター相手なら逃げて危なくなったらすぐ宿や、村人の家に勝手に上がって物色しまくり、壺まで割ってあちこちでそれを売りさばいて、その金で強い武器買っちゃって、夜な夜なバスバスって、おい俺はベルトラの宿ったスライム、見た目で判断するやつマイル、平和に生きたいだけのスタイル、レペゼンテンペスト、みなフェダのバリフェダのバリみなフェダのバリフェダのバリみなフェダのバリフェダのバリみなフェダのバリ。勇者のオフルの武器の盗賊、勇者のオフルの防具の商人、勇者のオフルの盾の遊び人、勇者はピカピカの新品、こっちがザオリク使った時に嫌そうな顔するのやめろ、こっちはいつでも生身で勝負、そっちは最強の防具と剣、また教会に行っては祈ってる、全滅させたのに戻ってる、お前ら死んでもセーブで戻って、俺らにセーブなんてのはね、どっちがモンスターやねん。はい、やってきましたよ。まあ、あの2発目ですわ。はい、こんな感じでしょ。見てる人も、あ、もう聞いてくれてるっすもんね。これも聞いて、うん、そういうことです。あのベルドラが宿ってるスライムでも、ね、俺はベルドラの宿ったスライム。なんなの。絶対なって。だいぶ気に入ってくれましたね。もうあれも。もうなってます。はい。ということで、まあ、あのいきなりすいませんでした。はい、いえいえ、ありがとうございます。俺も今あのこうシリーズで、はい、サンプリングね、はい、シリーズが始まりまして、はい、これはね、あの参加してもらわないとと。はい、ドラクエ大好きなんで。はい、次ファイファンします。ファイファンも好きですよ。全然やりますよ。めちゃくちゃ好きやん。だからなんかウェポン、あれサンプリングしてくださいよみたいな、逆に。ああ、いやでもいっぱいありますけどね。なんかあのおむすび版のテーマソング。アンパンマン、なんかアンパンマンとか誰々のテーマソングみたいなのあるから。なるほどっすね。もう何でもええねん、もうなんか、はいはい、あの小説ちゃうくても無理やり小説にするから、はい、しもう渋いキックとかね、そうそうそう、ベース入れてくれますからね。そうそうそう、はい、なんかそれで遊べたら、はい、あの面白いや。あ、ちょっと探してみていいですか。あ、もう全然全然全然、それは頭に入れといてます。逆にこれ見てる人も、はい、ウェポンくんあのサンプリングとか合いそう、ああ、はい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 、とかあればまあコメント欄に。いいっすね、はい、ということで、まあまあ、はい、今日はあの第2発目です。いやでも俺これ第1弾ケンティ君やったじゃないですか、うん、むっちゃクオリティ高いなと思ってて結構プレッシャーやったんですよ。ほんま、はい、まあ時間の割にはな、はい、だってこれもだって昨日言うて今日やから。そうですね、す昨日言うて今日やから。はい、すぐ作りました。もうその1日ぐらいやん、はい、言うても、はい、まあなかなかやで。はい、ありがとうございます。だから逆にこれ見てるアーティストとかも、はい、え、俺振られたらどうしよう、ちょっとハードル上がっていってる感じね。いきなり振られるやんみたいな。一日でこのレベルを作らない。だって俺ウェポンダブでいいってだからさ。はい、そうですね。そうそう、ダブでいいやんっていう。いやでもあのケンティ君見てもうたら、ちょっとダブでなんかこう名前入れたとかはいやだからちょっと寒いなと思って。だからあの俺的にはもうグダグダで、はい、一発撮りみたいな感じで。スライムがどうだ。いやそれちょっと寒いなと思って、これを書き下ろさなと思って。そうそう、胸ワンワンを書いてもらったから、ね、はい、まあ、どうせ書くやったら、はい、あのモンスター目線書こうやっていう、そうそうです、ね、感じで、はい、まあ、俺はだからスライムがどうだとかでもよかったし、ゴーレムがどうだ逆にやりにくかったかもしれないです、はい、まあ、じゃあまたあの、はい、引き続き、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、なんか宣伝があれば、はい、あの言っといてもらえたら、イベント、はいはい、ちょっとぼちぼちもう緊急事態も、ね、はい、開けて、ちょっと今年最後の野外になるかもしれない、おう、はい、野外のイベントがあるんで、中島公園、
どこそれ。大阪のなんか俺もまだ行ったことないですけど淀川、西淀川、西淀で、はい、初めて俺も行くとこなんですけど、西淀で、はい、ロイヤルプロジェクト、なんてイベントですか。ロイヤルプロジェクト、はい、ロイヤルプロジェクト、まあ今こうフライヤー出てますけども、はい、それが11月7日にあると、はい、日曜日にあるんで、まあそれをチェックしてもらえたらいいかな、ね、はい、ぜひ来てください、はい、じゃあ皆さんも時間ある人は遊びに行ってください、はい、来てください。時間がなくてちょっとこうまた次回って人は、はい、この回を100万回回してください。はい、お願いします。はい、ということでじゃあ今日こんな感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうす